タイニー世界機構。このコーナーでは世界各地の料理を紹介して、食を通じて小さな喜びをお届けしていきます。さて今回はどんな料理に会えるんでしょうか。モーニング娘。ワンナインの羽賀あかねです。タイニー世界機構、今回訪れたお店は東京都新宿区百人町にある香港ワーキーレストラン大久保店。香港料理を味わえるお店です。中華人民共和国香港特別行政区、通称香港は中国の南東海岸に位置する人口約740万人の都市。香港ワーキーレストランは日本に6店舗を持つ香港料理専門店。その中でも大久保店さんは点心を専門に扱っています。オーナーのアレックス・ヨンさんにお話を伺いました。是这样的，我们在日本呢感觉到在日本本地呢，它缺了这个香港菜，不是中华料理，因为香港菜呢是跟中华料理有区别的。然后我感觉到越来越多日本人喜欢香港，所以感觉香港菜在日本应该会挺受欢迎的。我们香港华记在日本呢，大概从2017年头开始，第一家店呢从新竹以基开亚开始。从茶餐厅开始，然后我们在做宵味米线，在做点心。我们第六家店呢就开到新宿的大酒堡，然后大酒堡这个店呢主要是卖这个点心，就是虾饺啊、宵外那些米线翻译。然后在大酒堡最特别就是吃点心，同时也可以吃到这个宵味。所以现在在日本没有全日本没有一个店可以同时可以卖点心也可以卖香港的宵味，比方说烤鸭啊、叉烧啊那些。香港料理是南方菜，中华料理呢是北方菜。香港料理南方菜呢一般是比较鲜味的、淡的，中华料理的菜一般是比较浓的、多油的。そんなこちらのお店で味わえるメニューが、エビのチョンファン。米粉でできたクレープ状の皮で蒸しエビを包んだ春巻きのような点心です。その他にもこんな料理が、チャーシュー入りパイナップルパン。パン生地の上にサクサクのクッキー生地をかぶせて焼き上げた甘いパイナップルパンにチャーシューが入ったもの。作り方を教えていただきました。パン生地の中に醤油ベースのタレで漬け込んだチャーシューを入れていきます。パン生地の上に小麦粉、バター、砂糖などを混ぜて練ったサクサクする生地を乗せ、表面に溶き卵を塗っていきます。最後にオーブンで温めたら、チャーシュー入りパイナップルパンの完成。どんな味なんでしょうか。呢個咧就係香港嘅菠蘿叉燒包啦。咁呢個菠蘿叉燒包咧嘅表面咧係個酥脆皮嚟嘅，跟住咧我哋打開入邊啦，滿滿嘅叉燒嚟嘅。咁我而家試下先，好豐富嘅叉燒，同埋有啲甜，呢個皮好酥脆，好好食。歡迎大家嚟香港華記嚟品嚐我哋嘅點心香港料理嘅。スタジオの皆さんもチャーシュー入りパイナップルパン食べてみてください。ということで、スタジオには東京都新宿区百人町にある香港料理のお店、香港ワーキーレストラン大久保店さんでいただけるチャーシュー入りパイナップルパンを用意していただきました。ありがとうございます。甘い香りがねちょっとこう、はい、そうです、しておりますけれども、こういうもの食べたことありますか。ないです。パイナップルパンっていうのは初めて聞きました。じゃあぜひぜひいただきます。はい、どうぞ。どうですか。なんか甘いですね、香りがね。甘いもんね。どこが甘い。なんかサクサクで上の方が、生地が、はい、はいはい。でもあの中の生地自体はすごく甘いです。あ、柔らかい、もちもち。似てるものは肉まんの外がパイ生地みたいな。そうですね、確かに。ぎっしり肉まんっぽい、入ってて、表面がパイ生地というかパン生地で、甘い。だから中はパンっぽいよね。
お菓子と、うん、おやつとおかずの間みたいな、うん、確かにおかずパンのような感じですけど、表面の甘さは、うん、なかなか日本では新鮮な味ですけど、ということで今回のタイに世界機構は香港料理ご紹介しました。ごちそうさまでした。うん。